サルトリリーラストバレット始まるよ。何気ない日常は窓辺に寄りかかる静かなこぼれ日のようで、あなたのそばで呼ばれる謎の生命体の出現で破滅の危機に瀕していた。ヒュージに対抗する人類最後の希望はリリー。決戦兵器チャームを手にしヒュージへと挑む。これは儚くも美しく戦う少女たちの物語。リリー、大丈夫？はい、このくらい、なんともありません。そうは見えないわ。無理と感じたら下がりなさい。いえ、一つ柳隊のみんなも戦ってるんです。私だけ引くなんてできません。それに、ここを突破されたら居住区域に被害が出ます。だから、絶対に引くわけにはいきません。リリー、わかったわ。それなら必ず死守するわよ。はい。だけど、どうしてこんなにヒュージが。由比ヶ浜のヒュージネストは破壊したはずなのに。ヒュージネストは他にもあるから、あの程度でヒュージはいなくなったりはしないわ。とはいえ、確かにこの数は異常ね。正体不明のヒュージとの遭遇報告もあるようだし、一体何か。リリー、リリー、やはりもう限界ね。この連戦大丈夫。リリーだけじゃない、ショーだけど、他の一つ柳隊のメンバーも別の地点で交戦中。次から次へと。あなたのことは下がりません。私だって。あなたって子は。これはチャームによる射撃。詳しい話は後。今は。はい、一緒にヒュージを殲滅しましょう。リリー、あと一息いける？もちろんです、お姉様。それじゃあ行くわよ。みんなのことは私が守ります。ユユ様、リリさん、どうにか間に合ったようですね。敵は私たちの様子を伺っているみたい。ええ、
ちろんです、お姉様。やあやあ、はじめまして。私は交渉家のマシマ・モーユ。バトルではリリーはメモリアを使用して行動。えい、サポートするわ。そうそう、いい感じよ。一緒にメモリアを選択して行動できるリリーはメインにセットしているリリーだけ。押しているわ。このままこう。はい、やっ、やるじゃない。今のはクリティカル攻撃よ。メモリアを使用した時一定の確率。今よリリー、レアスキルで一気に畳む。レアスキルを、みんな行くよ。レアスキルの効果でステータスが上がったわ。これでとどめ。レアスキルやメモリ、これで最後です。ふう、うまくいってよかった。どうやら今ので最後みたいね。まだです、まだ。他のみんなが、ね、先ほど他の地点でも戦闘が終了したと連絡。よくお二人であの数のヒュージを。さすがです、ヒュージの。それじゃあ、ええ、安心してください。そっか。あ、リリ、もういいな。はい、疲労によるものだそうです。ご心配おかけしてすみません。そう、無事でよかったわ。私一つ柳隊のリーダーなのに、格好悪いところ見せちゃいましたね。お姉様にも言われていたのに。リリー、私の前ではどんなに格好悪くても、いくら弱音を吐いても構わないわ。あなたのすべてを私は受け入れる。あなたは一つ柳隊のリーダーであると同時に、私。お姉様。だけどお願いだから、私を一人にしないでね。私はいなくなったりしません。お姉様の笑顔は私が必ず守る。それなら、あなたの笑顔は。お姉様、私もっと強くなります。どんなヒュージにも負けないくらい強く。ええ、でも強くなるのはあなた。そしてリリー。 あなたたちどうして。一応ノックはしたんだけど、なんだかとても入り込める空気ではなかったの。これがシュツエンゲルのちぎりなんですね。素晴らしいです。クレハちゃんが見たら悶絶しているところだわ。あの、そうでした。では、エレンスゲジョ学園高等学校1年相沢和葉、レギオンは。カンバ女子芸術高等学校2年、コン・カナホ、レギオン。ユリガオカの一つ柳隊を含むこの3校3レギオンは、ヒュージに対抗するため協力し、学校の垣根を越えたリリー同士の結束強みんなで。そう、リリーは決してユリガオカだけではないわ。さあ、私。はい、お姉さん。
科女学院にお目にかかり光栄です。あ、私片側ファミってリリーのリリです。百合ヶ丘女学院お目にかかり光栄です。あ、私安藤たずさね。吉村ティーマン久保仙人と申します。吉村ティーマン久保仙人と申します。私ワンユージやミリアム・ヒルデガルド・フォン・グロピウスじゃ。よろしく頼むぞ。リリーのリリです。ミリアム・ヒルデガルド・フォン・リリーのリリです。よろしくリリのお目にかかり私お目にかかり光栄。安藤たずさ吉村ティクオ仙人と私ミリアム・ヒルデガルド・フォン・ユリが丘リリーのリリです。よろしくお願いしますね。ガチャを引くことで選択したリリーが手に入るわ。そのガチャからはメモリアを手に入れることができるのよ。メモリアにはリリーの役割は着ている衣装によって変わるの。役割によって使用。今回のガチャでは選択したリリーとは別でも何が手に入るかは出現位置。早速ガチャ。私一人でうまく受け子、いつもお姉さまと一緒だから外部の方とお話しするときは任せっきりで。うん、弱気になっちゃダメ。一人前のリリーにな。すみません。いらっしゃっていることに気づかないで。はじめまして。私一つの柳の木に果物の梨と瑠璃色のリと書いて一つ柳リリ、リリーのリリって覚えてくださいね。学年は1年生でクラスは椿組レギュラー。リーダーといってもそんなにでもお姉さまがリリなので精一杯と。お姉さまというのは私と姉妹のちぎりを結んでくださっ、はい、百合ヶ丘には小級生がシュッツエンゲルと呼ばれる守護天使になって下級生のシルト。お姉さまは本当に素晴らしいお方で
いつも私の成長を早くお姉様のような一人前のリリーになる。きちんと応対できているようね。でもお客様の。お姉様、どうしてここに。気になって様子を見に来たの。でも心配する必要はなかったみたいね。これもお姉様のご指導のおかげです。私なんてまだまだで。いいえ、あなたはよくやっているわ。レギオンの名前が一つ柳隊になったのもあなたの頑張りをみんなが認めたからよ。もう少し自分に自信を持ちなさい。お姉様、ちょっとお二人ともイチャつきすぎじゃありません？お客様の前だということはお忘れでしたよ。楓さん？そうだよね、私とお姉様だけで話してたらお客様に失礼だよね。ご理解いただければよろしくてよ。とはいえそろそろいい時間ですわね。お客様をきちんとお見送りして私と一緒に明日の授業の予習を始めましょう。そう約束してましたよね、リリさん。あれ、そんな約束したかな。リリ、おぼろげな約束の話よりまずはお客様をお見送りしましょう。困っていらっしゃるわ。そうでした。今日は不慣れな対応ですみません。また今度ゆっくりお話ししましょうね。それでは私たちはこれで失礼いたします。まずはメインストーリーを進めましょう。いきなりだけど、ヒュージとの戦いが始まるわ。今回はこちらで決めさせてもらうわ。ヒュージとの戦いで、これで準備が整ったわ。小型エリアディフェンスが破壊された。ケイブ発生により作戦は中止する。各隊一時撤退せよ。繰り返す。これより妖精のあったエレンスゲ女学園に所属。作戦地域は雨でよく見えない。じゃなくて雨天に。戦闘音あり。双川文、これより戦闘地点に。こちらのヒュージは倒しました。私は大丈夫。それよりリリー、焦りは。ごめんなさいお姉様、エレンスゲ女学園のリリーがこの森で今も救助を待っ。そうね、でも。はい、ありがとうございます。ちょっと、楓さん。私に隠れて何をイチャイチャしてます。二人とも追いついたようね。待ってください、マイ様より通信。本当？もしもし、マイ様ですか？そちらの。
おお、リリカ。うんうん、通信は良好だぞ。エレンスゲ女学園のリリーはまだ見つかっとらんがの。一応争った形跡と外星に来たエレンスゲのレギオンが消息を絶って5時間が経過。こう視界が悪くては捜索も。これ以上隊を分けるのは避ける。皆さん、ユージ2時の方向、茂みの向こう。リリー、一旦通信を切る。奇襲を仕掛けましょう。マイ様、立つと任せて。速攻で行く。私とユージャーさんで援護射撃を行います。わかった。ヒュージの規模は不明です。戦闘開始です。マイ様、頑張ってついていきます。リリー、先輩にしっかりついてこいよ。まずはおさらいよ。リリーはメモリ、これで最後です。メモリアを使用するためには MP を消費する。メモリアとヒュージには火、水、風の3つの属性があるわ。属性には相性があって、火は風に、水は火に、風は水に。有利な属性で攻撃すると与えるダメージが増加。不利な属性で攻撃すると有利な属性のメモリアで攻撃してみましょう。私だってできるんだから。このヒュージなかなか手強いわね。オーダーを使うと。私もユリガオカのリリーです。オーダーの効果でステータスが上昇したわよ。ステータスには4種類あって、それこれで最後です。 うまくいってよかった。やった。ヒュージの討伐お疲れ。ヒュージを討伐したことでミッションを達成。ミッションを達成するとマギジュエルや。これでチュートリアルは。あとは習うよ。僕ならいつでも行けるよ。あなたの住んだ目に時さえ奪われ、心は燃えて燃えて熱くなるの。誰かのために戦うってこと、それが。アサルトリリー、ラストバレット。一年の計は元旦にありですよ、ユージアさん。わかってる。しっかりお祈りしないと。ユージアさん、どうしてカラスや黒猫に追い回されているのですか？わかんない。どうして私だけこんなことに。私の大切な人たちが今年も平穏無事に暮らせますように。明けましておめでとう。私が冷まして差し上げますわ。勝者に従うのは敗者の宿命。そうですよね、ユージアさん。ユージアさん、
一緒に厄払いしましょう。うん、絶対に払ってみせる。重複万来のラッキーガール、12月31日開催。こちら司令部、聞こえますか？先行したレギオンからの反応はあったか？ダメです、通信途絶したままです。他のレギオンも。この雨にこの地形、慣れない戦場で浮き足立って。共同官、応援が遠い。ヘルボル、エレンスゲ女学園ヘルボル所属、相沢。同じく飯島蓮香と。他のよう。芹沢チカル、ただいま。ランちゃん、ランちゃん。え、ヘルボルか。早速ですが現場の状況を。通信はこちらで引き継ぐから。あ、は、待て。ヘルボルには傷ついた仲間がいるからです。確かに応援要請は出した。ヘルボルは指示があるまで候補。その説明では納得できません。共同官、作戦地域にて通常と特型ヒュージー、今その情報収集に当たっている。出撃中のレギオンが。わかりました、では現地にて情報。待て、何でしょう。事態は敵ヒュージーの戦力も規模も不明なのだ。主力である。じゃあそれまでは指を。今最大戦力であるヘルボルを消耗させるわけにはいか。変わらないな。分かったなら待機場所へ向かうがいい。
通信担当はもち。カズハ、どうしたの？ヘルボル、集合。いいの？カズ。ええ、任務ならば仕方ありません。ですが、移動ルートの指定まではされて。さっき通信手の子から座標を聞き出しておいたよ。この仲間をお願いします。なるほど、うん。レンカ様、案内。オッケー。迷子のヘルボル、移動開始。ああ、私たちは…いやー、リリ、ヒュージの足…はい、お姉さん。いやー、大丈夫ですか？ありがとうございます。百合ヶ丘の…はい、一つ柳…挨拶は後よ。はい、お姉さん。二人とも、走れますか？大丈夫です。十字の方向からさらにヒュージが…待ってください。あのヒュージ、体中に真新しい傷が。手負い、あれは。え、逃げ出した？逃がしません、ユージャさん。ダメ、速さ比べなら私。いえ、下がって前。はあ、相変わらず鬼神のごとき暴れっ。お姉さま、無理。この気配。何あれ、巨大なチャーム。あんなチャーム、バキュージ見つけた。子供。いえ、リリーです。さっきのチャームを取る。なんて無茶な戦いか。ラン、待ちなさい。うわ、遮蔽物なんて関係ない。今はとにかくランちゃんを追いましょう。そうだね。はい、レンカ様とヨウ様はお任せ。うん、わかった。シカル様は死角からの奇襲に備えてください。了解。私はヒュージを牽制しつつ誘導します。ヘルボル、いや、自分ばっかり目立ってずるいんだ。うん、私は別に目立ちたくない。3人とも気をつけて。その獣と一緒だね。手負いに倒すランが。ランちゃんに力。いい感じです、力様。そのままプ。すごい、すごいです。あ、そうですわね。あのちびっこの無秩序な動き、あれはエレンスゲのトップレギオン、ヘルボルの。先輩にしっかりついてこいよ。いや、私だってできるんだから。急いで使いましょう。やっ、祝辞、これで最後です。この調子で頑張りましょう。みんな気をつけて。
方の特訓のおかげです。雨もすっかり止んだみたいだな。ヒュージの方もあいつらが倒したので最後だったようじゃ。カズハさん、またお会いで。私もです。先日はユユ様も来ていただき。ええ。なになに、カズハってば。いえ、仲良しという。はい、お友達。あなたたちも無事でよかったです。いえ、まさかヘル。まずはお礼を。この度は救援要請に快諾いただき、我がエレン正式な感謝状は。硬い。買ったのを忘れて3日後に冷蔵庫から発掘されたドーナツくらいカチカチでパッサパサだよカズハ。そんなこと言われても。あなたは。おっと、自己紹介が遅れた。番長、エレン杉には変わった役所。本気にしないでください、ユユ様。レンカ様も。だってか、レンカ様が柔らかすぎる。あれがエレン杉。なかなか面白いレギオンに入ったみたいだな、チカル。それにまたユユさんと同じレギオンに所属し。あれはまあうちのリーダーのおかげという。なんじゃ、お主ら顔見。ええ、何度か戦場でご一緒する。謙遜はよせよせ、おとなしそう、うん、まあそのチャームを見ればわかる。萌えさん、あのチカル、ランがお腹減ったってさ。ああ、いっぱい動きましたものね。甘くないのやだな、もそもそしたクラッ。お、さっきのルナティックトランサーの子か。ランだよ、佐々木ラン。あ、ご挨拶が遅れました。私は吉村ティーマイ。さっきも話してたけど、わしはミリアムヒルデガルドフォングロピウス。リリーじゃが、アーセナルとして、チャン。ミリムラ、ヒルデ、マイ。わっ、いやいや、マザットのマザ。難しい名前だもんな。こっちはぜひ、グロッピと呼んでやってくれ。グロッピ。やめ、今井様。変なあだ名で呼ばれるのは、モユ様だけで十分じゃ。グロッピ、覚えやすくて。まあ、なんだかすみません。面白い娘。でもランはラン。ああ、そうだな。そうだ、甘いもの。チョコ。おい、マイ様、そりゃわしが持ち込んだおやつじゃ。まあまあいいだろ、ちっちゃい。別においが。ブドウ糖補給のためのと。オッケー、なんだかすみません。ありがとうございます。かわいい千里、あれすごくかわいい。欲しがってもダメですわ、こっちで我慢なさい。こっちってなんだ、私の方を見るな。でもどこかタズサさんに似てますわね。どっちも。とにかく本当に助かります。私たちは準備を整えたら再出撃。そちらのリリーの救助はもう完了したようですが。救助の殲滅。はい、先遣隊の報告でこの森には通常とは。徳型ヒュージ？詳しい情報はまだまとめきれていないのですけど。その情報ならわしの方にも届いておるぞ。そんなヒュージがこの。私たちヘルボルはその徳型ヒュージの討伐任務を果たします。みんなに。分かっているわ。え？リリさんの考えることは。あり
ありがとう、カズハさん。はい。私たち一つリリー同士の結束ですよ。カズハも本当は一つ柳隊と協力。はい、確かに協力し合うことは、これ以上一つ柳隊の、カズハさん、そんなの。リリーの言う通りよ。それにあなたたちの言う徳型ヒュだから、これはユリガオ。リリさん、いいじゃんカズハ。ランもグロッピたち好き。絵付けに成功したようじゃな。まったく、私。わかりました、ユリガオカジュ学院一つ柳隊の皆さん。リリさん、ユユ様。はい、カズハさん、改めてお願いいたしますわ、ヘルボルの皆様。こちらこそよろしくです。お互いの情報を突き合わせれば、ヒュージの潜伏。はい、こちらも。では準備が整い次第に出発します。はい、出発。説明するわね。覚えておいてね。やってみましょう。
ヒュージ反応なし。このふむ、こっちも同じくだ。カズハたちの方はどうでしょう。まあなんとかなるんじゃないか。ああ見えてうちの後はあれだな、純粋仲良く。ああ、うちのリーダーは人。ほら早速始ま。チカル様も山梨の。はい、そうです。そうだったんですね。いい雰囲気のレギオンだね。リーダーがリーダーですもの、私たちの。頼りないリーダーですけど。信頼し合えるというのは大事なことだと思い。そういえば佐々木ランサー。ああ、ユユと同じルナティックトランサーのようだな、あの小さな。ええ、あの子のリリーと少し扱いが難しいね。そういえば先ほども先行してヒュージに。私たちはカズハから指名されてヘルボルに入ったの。確かエレンスゲはリリーたちに序列。さあさあ、そして今の序列1。あの規律に厳しいことで有名なエレンスゲで。でも確か序列1位であるカズハさんには。ええ、メンバー一人一人の考えや個性を尊重したカズハの選び方は共同感からの批判も。それでもチカル様たちを選んだんですね、カズハ。そうですね。あ、ヒュージの反応テス。ケイブ、ヒュージたちが通り道に使う異次元ワームホール。フミちゃん、カズハさんたちに連絡を。まずは敵の正確な位置と。おう、任せとけ。私も一緒に。いえ、偵察は隠密性と軌道。そうか。うん、ありがとう。私たちも準備を急ぎ。奥型ヒュージ、ロインベルト戦術も備えておいた方が良さそうです。ユリガオカのノインベルト戦。そう、ユリガオカのノインベルト戦術教育は。楓さん、そんなにミスったらちびっこ1号は3号に降格ですわ。そんなって、別に。一つ柳隊のリーダーとして頑張ります。やあ、急いで使いましょう。レイ、やあ、祝辞。私だってできるんだ。整頓はできてる。
整理整頓はできてる？情報にあった特型ヒュ…しまった。ヒュージの視線を独り占めか。私はこっちだ。そらよっと。これである程度ヒュージを分断。あ、やば。やらせません。絶好…マイさんこそ素晴らしい誘導…ヘルボル、総員ポジションについて。あらあら、マジ戦局万来。無事か、マイ様。当然、一つ柳隊も。奥にいるあのヒュージが例のと、頭に輪っか。それ、まるで。相手はヒュージじゃ。そんなメルヘンチックな相手だ。なんでもいい。ヒュージはランが待って、ラン。何、カズホ。私たちは散らばってるスモールからミドル級の相当担当する。はい、バカ。梅雨払いは任せて。はい。よくわかんないけど、好きにやっちゃっていいんだよね。とにかく。こちらは私たちに任せて。了解しました。皆さん、ヒュージの殲滅と警部の破壊、どういつでも行けるわ。はい、お姉様。一つ柳隊なら。舞様、頑張ってついていきます。ギリ、先輩にしっかりついてこいよ。これで最後です。まだ健在。は、羽が形状変化。お姉様、危ない。かん、ランちゃん。リリ、ユユさん、一旦退避して。は、はい。お任せください。トランスフォームに伴う外角の硬質化。目が増えた分、火力天使なんかじゃなかった。四枚羽の打天使か。ん、
何してんの？あのヒュージの情報を、ユリガオカに。マギもチャームもヒュージにも詳しいアーセナルがおってな。みんな周囲を警戒。本当だ。警部から次々と湧いてきているようね。かといって、あの特型、最悪他のヒュージだったら、うちの私たちがノインベルト戦術で。それはちょっと、リリさんの気持ちは尊重したいのですが、ノインベルト戦術。待ってください。移動、警部の方へ向かっています。警部はヒュージだけが移動可能な異次元ワームホール。そんなことはさせない。ランに任せて。一つ柳、逃がすか。舞様、頑張ってついていきます。リリ、先輩にしっかりついてこいよ。これで最後です。この調子で頑張りましょう。えい、やっ、菊池、これで最後です。この調子で頑張りましょう。全く、うちの一つ柳隊も分かってますわ。皆さん、警部に向かう道筋のヒュージを撃ち落としてください。はい、行きましょう。了解したわ。大丈夫ですか？はい、なんとか。待てあ、間に合う。他のヒュージたちも次々と警部に。いかカズハ、カズハちゃん、ランちゃん。でもヒュージが。行く、お待ちになって。そんな暇はありません。こんなボロボロの状態でか。マギ、あなたの言っていることはわかるわ。でも。わかってます。ですが、カズハ、カズハ、大丈夫。カズハ、私たちだけが背負うべきものに。カズハさんの言う、あの時。すいません、少し。エレンスゲのリリー救出の任務は達成済み。これらの状況から、今回の一つ柳隊の皆さんもそれでいいでしょう。はい、カズハさん。正しい判断だと思うわ。ありがとうございます。それでは、帰還の準備を。は、モユ様からのレッ。あ、なんじゃ、メッセージだけか。なんだ、敵を見つけたわけじゃ。いや、モユ様がわざわざこうしてわしらを呼び戻す。通信では言えんことなのか。わかりました。その何かしらの情、その権限は私たち。ですよね、せっかく仲良くなれたのに。チョコ、私もさ。またすぐ会えるでしょ。そうそう、だからさよならじゃなく。はい、そうです。それではまたお会いしましょう。一つ柳隊の皆さん、これ、こちらこそよろしくお願いします。いい人たちでしたわね。はい、だけどどうかしました？カズハさん、人を助けること、ヒュージを追う、やっぱりエレンスゲのレギオンはすごいですね。彼女の場合は。私もそう感じました。日の出町の惨劇、数年前に起きた戦いだ。そ
その戦いが。その事件の発端となったのが。え？もちろん、今の彼女たちヘルボルとは別のレギオンだ。つまり、カズハさんたちより前の世代のヘル指揮官の采配ミス。敵戦力の過小評価。直接は関係ないと言っても、彼女たちは思うところはあるだろうな。説明するわね。挑戦してみてね。可愛らしいあくび。恥ずかしいから見ないで。ましておめでとうございます。ユユ様。ええ。ごめんなさい。それはありがとう。光栄だわ。そうね。神様、どうか私の大切な人たちが今年も平穏無事に暮らせますように。故郷の家族、一つ柳隊のみんな、私のことをどうかお守りください。すごいわ。素敵です。そうね。ユユ様。ええ。you
千里。うん、ありがとうございます。はい、なるほど。はい、ええ、はい、なるほど。千里、ありがとうございます。白井結に誰かが犠牲になる。そんな世界は私たちが変えてみせる。私、飯島蓮華です。よろしくね。
ってみましょう。そうそう。ことを知り、
ギを宿すことでチャームは強…泳ぎなさい。そうじゃなくて、ユリが電車の中でも説明し、ユリが丘グリーンフェアはこの街で、正確にはかなほ様と高根様がイベントに、貞森おまけなの。おまけじゃない、姫香はいつでもセンターなの。っていうか姫香が来たからにはイベントを盛り上げるわ。ってそうだ、おお、いいね。どこのロックスターよ。さす、人ごとみたいに言ってるけど、クレア。安心していいわ。コーラス。
みんな、おま、あ、かなご先輩。ごめんなさい。手続きに時間が。手続きって、私たち別にヒュージを倒すための外星に来たわけじゃないですよね。どちらかというと、自治体へのご挨拶のようなものね。今回はリリーとしてより、神馬女子芸術高校の造園家としてお招きいただいたわけだし。おお、先輩たちって選ばれし者なのか。すごいすごい。私は存じておりましたよ。かなほ様と高根様は特別に尊い存在だということを。そんなことないわ。ユリガオカグリーンフェアには以前から興味があって、いつか参加したいと思っていたの。それを縁あって、ユリガオカ女学院の方に紹介してもらったのよ。あ、それ聞きました。ユリガオカの、白井ゆゆ様でしたっけ。それと、一つ柳リリさんですね。お二人はシュッツエンゲルを結んでいるんですよね。シュッツエンゲル？シュッツエンゲルです。これは特定の上級生と下級生が結ぶ疑似的な姉妹契約で、それはそれは尊い関係性を築いている独自の制度なのです。かなほ様はお会いしてるんですよね。ええ、二人の出通エンゲル見させてもらったわ。どうでしたか？多分クレハちゃんの想像通りよ。するのが楽しみです。え？ってことはリリさんは姫香と同じ1年生なんですか？そうよ、去年のかなほと同じ1年生でレギオンのリーダーを任されているわ。ぐぬぬ。でも姫香だってサブリーダーですから。ねえねえ、それより早く行こうよ。ここの街、緑がいっぱいで探検しがいがありそう。探検もいいけど、まずはグリーンフェアの会場へ向かいましょう。リリさんたちが待っているはずよ。はあ！では、生のシュッツエンゲルをこの目に収めることが。ヒュージ出現のサイレン、高根ちゃん。待って、今情報を確認するわ。確認取れたわ。ここからそう遠くない場所にヒュージが出現。ユリガオカのレギオンにも出動要請がかかっているけれど。私たちが行きましょう。そう言うと思った。やれやれ。鎌倉まで来て最初のお仕事がヒュージ退治か。それは仕方のないことです。ヒュージを倒すのが私たちリリーの役目なのですから。まあ、そうよね。これもアイドルリリーへの一歩と考えて、行くわよ。おお、グランエプレン、出撃します。ラン、間違って私に攻撃しないように。レンカ、邪魔しないでね。はっ、それルナティックトランサー。やっ、バイバイ。よし、この調子で行くよ。じゃあね。それ、これでおしまい。よし、この調子で行くよ。じゃあね。マジ余裕だったね。よし。
違って私に攻撃しないように。レンカ、邪魔しないでね。逃がさないって。はっ。じゃあね。間違って私に攻撃しないように。レンカ、邪魔しないでね。それ。それ。じゃあね。逃がさないって。よし、それじゃあ行くよ。ま、こんなもんかな。よし。これでおしまいと。みんなお疲れ様。誰も怪我してないわよね。はい、無事です。ねえねえ、たかにゃん先輩見た？さっきのヒュージ、初めて見た形してたよ。そうね、私たちのガーデンのそばでは見ない個体だったわ。これが百合ヶ丘近辺のヒュージなのかしらね。ちょっとあかり、また高根様のこと変な呼び方して。いいのよ、そんな風に可愛らしい呼び方をしてくれるのはあかりさんだけだわ。僕ってオンリーワン。はあ、高根様はすぐあかりを甘やかすんだから。それよりそろそろ行きましょう。リリさんたちとの待ち合わせに遅れてしまうわ。はーい、出発。カナホ様。あら、向こうから来ていただいたようね。リリさん、やっぱりこちらにいらしたんですね。ようこそ百合ヶ丘へ。リリさん、ユユさん、先日はどうも。いえ、こちらこそ助けていただきありがとうございました。はじめまして、リリさん、ユユさん。カナホから一緒に戦った時の話は聞いているわ。わざわざ遠くからお越しいただきありがとうございます。その上、ヒュージの討伐まで。申し訳ありません。外星に来たわけではありませんが、放っておくことができずに動いてしまいました。いえいえ、そんな。私たちの百合ヶ丘を守ってくださってありがとうございます。ここでは何ですから、まずは場所を移しませんか。ええ、そうですね。あの方たちが百合ヶ丘のリリーなのね。はい、
髪を結わえている可愛らしい方が一つ柳リリさん、そしてあのリリしい立ち振る舞いの方が白井ゆゆ様です。あのさ、あのさ、あの人たち珍しい生き物見たことあるかな。よし、聞いてみよう。待ちなさいって、最初の会話にユニコーンはやめなさい。どうして？ユリが丘に僕たちの知らない生き物はいるかもしれないよ。リリさんとユユ様、あの方たちがシュッツエンゲル。立っているだけなのにお二人に御香がさしています。みんな、こちらへ来てご挨拶して。それが終わったら会場へ移動しましょう。もうグリーンフェアの準備は始まってるそうよ。はーい。カンボ女子芸術高校の皆様、本日はユリが丘グリーンフェアのお手伝いに来ていただき誠にありがとうございます。私、本イベントの陣頭指揮を取らせていただいておりますカエデジョアンヌーベルと申します。はーい、僕は丹波あかりっていうの。よろしくね、ヌーベル。その呼ばれ方は割と新鮮ですわね。おお、その制服はユリが丘女学院のデザイン。リリと同じレギオンなの？そうですわ。私とリリさんはシュッツエンゲルのちぎりこそ結んでおりませんが、同じ一つ柳隊に所属しており、のっぴきならない関係にあります。のっぴき。楓さんは仲のいいお友達だよ。まあそうとも言いますわね。さて、カンボ女子の皆様にはこれよりイベントの準備のためお力をお借りしたいと思います。僭越ながらこちらで役割分担を決めさせていただきましたわ。あなた方の適性は事前に把握しておりますので、どうか素晴らしい働きをお願いいたしますわね。はい、微力ながら頑張らせていただきます。ではこれより準備に移ります。私たちの手で素晴らしいイベントにいたしましょう。それでは参加。では私たちは会場の飾り付け担当になりました。かなほ様、高根様、どうぞよろしくお願いいたします。ええ、お役に立てるように頑張ります。園芸に関しては私もリリも詳しくありませんので、お二人に指示をお願いできれば。かしこまりました。では早速そちらの苗をみんなで運び入れましょう。お任せください。こちらですね。土がついていて意外と重いから気をつけてね。作業用手袋もあるからどうぞ。大丈夫ですよ、高根様。私田舎で育ったんで土いじり結構好きなんです。田舎は関係あるのかしら。でもリリさん、手袋は汚れだけではなくて怪我やかぶれも防ぐんですよ。おお、なるほど。そうよ、リリさんのこのお人形のような可愛らしい指が傷つくのは耐えられないわ。大丈夫です。お姉様に毎日しごかれて元から傷だらけですから。聞こえが悪いわよ、リリ。さすがはリリさんね。姉妹の絆には勝てないか。え？どういうことですか？それより早く準備を進めましょう。イベントが始まってしまうわ。そうですね。かなほ様、次は何をすればいいですか？そうね、じゃあこちらの飾り付けをお願いします。好きな花をここに飾って華やかにしたいわね。はい。はい、そのまま。あ、ちょっと左にずれてます。長机を並べて OK です。ここで物品の販売をするんですね。なんだか
バザーみたいでワクワクしてしまいます。販売するのは花の種や苗ですけどね。地元の方が大切に育てた植物をいろいろな地域に広めて緑の輪をつなげようというのがこのフェアの目的ですから。素晴らしいと思います。そのイベントをお手伝いできるなんて光栄です。トキさんはお優しい方ですね。私もご一緒できて嬉しいです。そんなもったいないお言葉。お嫌でなければですけど、クレハさんって呼んでもいいですか？もちろんです。やった。じゃあ私のこともフミって呼んでいただけると嬉しいです。フミさん。はい、クレハさん。ほらほら、ほんわかしている場合ではありませんわよ。値札の準備がまだですわ。あ、楓さん。は、地方自治体の小規模なイベントとはいえ、金銭のやり取りが行われる以上手は抜けませんわ。あ、楓さんはグランギニョル社のご令嬢なんですよ。私なんかじゃ理解できないような経済の話とかとっても詳しくてすごい方なんですから。それほどでもございませんわ。お噂は聞いております。噂ですの？1年生でありながら同学年のリリーに出演ゲルのちぎりを申し込むような熱いパッションをお持ちの方だとか。その出演ゲルのちぎりは結ばれなかったようですが、それでも変わらぬ愛を意中の方に注ぎ続けているとか。間違いではないですけど。困りましたわ。私のリリさんへの思いがガーデン街にまで響き渡っているだなんて。リリさんって一つ柳隊の。私のロマンスは後ほどじっくり聞かせて差し上げますわ。まずはこのイベントを盛り上げるために奮起してくださいませ。そしてその暁にはリリさんから感謝の抱擁を。大丈夫ですよ、クレハさん。楓さん時々こうなりますけど、とっても優秀なリリーですから。待っていらして、リリさん。私があなたを甘美な夢の世界へ誘いますわ。やっぱりユリが丘のリリーはすごいです。ここが姫家の舞台になるのね。やっ、お主らか。うん、よろしくね。うん、はぁ、何を言っておるのじゃ。のじゃ、その髪型、ルックス。はぁ、何を言っておるのじゃ。はぁ、何を言って。まあ、一番は姫かなんだけど。よくわからんが、手が空いているなら手伝ってくれ。ここに看板を設置したいのじゃ。看板、僕がやる。書かせて書かせて書かせて。お主が書くじゃと？その子は丹波あかり。こう見えてセンスは抜群だから任せていいと思うわ。姫香が保証してあげる。お主のお墨付きがどういうものかわからぬが、面白そうだからお願いするかな。道具はその辺にあるから好きに使うといい。やったー、それけー。あかり、姫香のイラストは一番大きく描くのよ。グリーンフェアの看板になんてお主が登場するのだ。まあいい、挨拶が遅れたが、わしはミリアム・ヒルデガルド・フォン・グロピウス。以後ヨシナに頼む。ミリアム・ヒルデガルド・フォン・グロピウスね。姫香は姫香っていうの。姫姫って呼んでね。はあ、わしの名を一度で正確に覚えるとは、やりおる。
ファンや共演者の名前を間違えるわけにはいかないもの。アイドルリリーとして当然のスキルよ。アイドル？なるほど、ちょっとあれなものなのじゃな。大丈夫だ。わしの名を一度で正確に覚えるとは。ここが姫香の舞台になるのね。野外ステージとか素敵じゃない。アイドル。変人じゃなくてアイドルです。できた。できたじゃと？今さっき作業始めたばかりだというのに何を。見て見てこの看板。おお、これは森の中をイメージしておるのか。ちょいとファンタジックじゃが雰囲気は出ておるの。あら、この端っこに書いてある小人かわいいじゃない。これはノーム、森に住む大地の妖精。ノームは幸運を呼ぶんだ。うん、幸せを運ぶ森の妖精か。縁起がいいものはイベントを盛り上げてくれそうじゃ。ねえねえ、それじゃあこっちの可愛いカエルさんはノームのお友達ってところかしら。ううん、それはサダモリ。ああ、どうして姫香がカエルなのよ。どうせならもっとキュートな動物にしなさいよ。サダモリ、それが姫香のファミリーネームか。違うわ。あ、違ってないけど違うの。姫香は姫姫なの。ああ、まあどうでもいいわ。それよりこの調子で他の看板も頼んでよいか、あかり。え、まだ書けるの？やったー。じゃんじゃん書くよ。今度こそ姫香を可愛く書くのよ。ヒュージが現れたか。え、さっき倒したばかりなのにもう。ああ、先ほどの襲撃はお主らが対処してくれたのか。おそらく同一グループが散らばっているのじゃろう。ヒュージもそう都合よくまとめて現れてくれるとは限らんのじゃ。どうしようサダモリ。何、どうかしたの、あかり。ヒュージを見に行きたいけど絵も描きたい。僕どうすればいいの。知らないわよ。ヒュージを見たい。モユ様みたいなことを言うやつじゃの。そうだ、看板を持って行ってヒュージを模写しよう。サダモリ、看板運ぶの手伝って。お断りよ。あと姫香のことは姫姫って呼びなさい。ラン、間違って私に攻撃しないように。殿下、邪魔しないでね。逃がさないって。えい、よし、この調子で行くよ。はっ、それルナティックトランサー。やっ、これでおしまい。じゃあね。いい感じだ。はっ、うん、やっ、それバイバイ。マジ余裕だったね。ラン、間違って私に攻撃しないように。殿下、邪魔しないでね。
じゃあね。逃がさないって。アサルトリリーラストバレット。間違って私に攻撃しないように。殿下、邪魔しないでね。じゃあね。えい、それよし、この調子で行くよ。じゃあね。治療しますね。逃がさないって。いい感じじゃん。逃がさないって。どんどん攻めるぞ。ルナティックトランサー、フェイクトランセンデンス。バイバイ。じゃあね。ま、こんなもんかな。間違って私に攻撃しないように。殿下、邪魔しないでね。よいしょ。ルナティックトランサー。えい、それ。バイバイ。逃がさないって。よし、この調子で行くよ。余裕だったね。
凄まじい戦い方だったな。どこか急いでいたようにも感じたけど。この後にグリーンフェアが控えてますからね。のんびりはしていられません。確かにそうだな。高根ちゃん、体の方は大丈夫？ええ、何も問題ないわ。ありがとう、カナホ。グランエプレの皆さん、協力していただきありがとうございます。おかげで大きな被害もなくヒュージを倒すことができたわ。いえ、リリー同士の結束の話をしたあの時から私たちグランエプレは一つ柳隊と共にあります。ですから協力は惜しみません。カナホ様。さあリリさん、そろそろ時間じゃないかしら。そうでした、皆さん行きましょう。それでは第12回ユリガオカグリーンフェアを開幕いたします。皆さん、どうぞ楽しんでいってくださいませ。ふぅ、なんとか無事に始められましたね。ヒュージが襲ってきた時はどうなるかと思ったけどね。やっぱり鎌倉は激戦区と言われるだけはあるわ。グランエプレの皆さんが迅速に対応してくれたおかげよ。改めてお礼申し上げるわ。当然のことをしたまでです。でもグランエプレの皆さん、素晴らしい動きでしたよ。特にカナホ様と高根様のコンビネーション、あれは芸術的でした。あんなに迅速にヒュージを倒すなんて。そうね、あまり時間はかけたくなかったから。え？大切なイベントを台無しにされては困るもの。ちょっとだけ本気を出させてもらったわ。本当にすごかったですよ。私もいつかお姉さまとあんな風にぴったりと息の合った連携ができるようになりたいです。あの、カナホ様と高根様は生まれた時からずっと一緒に過ごしてきて、それはそれは深い信頼関係で結ばれているのです。そうなんですか？それって本当の姉妹みたいですね。そうね。ふむふむ。あの、私のチャームに何か？これはケルティックデール社の先行試作チャーム、クラウソラスか。こんなところでお目にかかるとはね。この方は？これもゆ様、お客様に迷惑をかけるでない。というか、わざわざここまで来てくれたのか、もゆ。私もグランエプレの子たちに会いたかったからね。それに珍しいチャームも見れるかなって思って来てみたら、早速それが叶ったってわけ。ほら、グロッピも見せてもらうといいわ。グロッピ？その呼び方はよせと言ってやろうに。まったく。ああ、この方は真島もゆ、ユリガオカの2年生でわしと同じ交渉家なのじゃ。国内トップクラスの間際研究者ではあるんじゃが、センスが独特での。そうだったのですか。お初にお目にかかります。カンバ女子芸術高校グランエプレのコン・カナホです。ごきげんよう。早速だけどチャームをいじらせてくれない？え？はあ、すまんの。常識と引き換えにチャームとヒュージの知識を頭に詰め込んだようなご人じゃから、いろいろと残念なところは目をつむってくれ。グロッピーに言われたくないけどな。お二人とも仲がよろしいのね。まあ二人とも同じアーセナルじゃからな。工房も近いし便利な物置ができたわぐらいに思ってそうじゃが。そんなことないわよ。私の工房は物が多すぎるから、片付け上手の後輩ができて嬉しいなぁとは思っているけど。ほれ見ろ、やっぱりじゃ。それよりカナホさん、このクラウソラスを使っているということは、もしかしたらお台場女学校の関係者だったりする？
はい、その通りです。私とカナホは中等部までお台場女学校で学び、高校から看板に編入いたしました。ほう、そうだったのか。このクラウスラスはお台場女子を去る際にとある方から譲り受けたものです。なるほど、そういうことだったのね。でもこのクラウスラスをあれだけ使いこなすなんて相当な実力をお持ちのようね。レギオンのメンバーに支えられてのことです。高根ちゃんや彼女たちがいるからこそ私は戦えるのです。グランエプレね。後からリリースタッツを分析してプロジェクトの参考に、あ、いや、いっそのことをレギオンごと組み込むのも政治的判断が必要になるけど、まあそこは何とかして。こら、萌え様、急に現れて急に消えるでない。本当にユニークな方ですね。ある意味あかりちゃんに似ているところがあるかも。ちょっと誰かこっちを手伝ってくれないかしら。お客さんが多くて。あ、今行きます。行こう、高根ちゃん。わかったから、そんな引っ張らないで、かなほ。私も手伝うぞ。様、大変。そろそろ出発しないと帰りの電車がなくなっちゃいます。あら、もうそんな時間なのね。今日一日あっという間に過ぎてしまったわ。そうね、もうお別れなんて寂しいわ。あのカナホ様、もしよろしければ皆さん百合ヶ丘で一泊して帰るのは明日にするというのは。そういうわけにはいかないでしょ。外星でいらっしゃったわけではないのよ。そうですね、明日は普通に授業がありますし。やだやだやだ、僕ここんちの子になる。そんな、あかりちゃん転校して。そんなわけないでしょ。くだらないこと言ってないで帰り支度を始めるわよ。寂しいな。わしもあかりの芸術センスをもっと分析したかったの。あれはインスピレーションが刺激されるぞ。だったらまた来ればいいじゃない。もう姫香たちは友達になったんだから。ほう、貞森たまにはいいこと言うね。そうだよ、まあそれは。でも本当にまた遊びに来たいわね。はい、ぜひいらしてください。また会いましょう、ゆゆさん。次、話しきれるか分かりません。その時は。では名残百合ヶ丘のみんな、どうもお世話になります。次のイベントはライブにしてくださいね。再会できる日を楽しみ。はい。教えてあげるわ。いい感じ、いい感じ。
チャームの。ごきげんよう、楓。マジか。素敵です。はい。賛成です。ええ。よう。ええ。なるほど。ユリナ丘女学院2年、
白井ゆいよ。置いてね。いいものと交換。交換するにも期限があるのよね。いいものと交換で。